どうしようどうしようどうしよう、でも殺人鬼かどうしよう、これ何術して、皆さんこんにちは、柚木史郎です。はい、今回もデッドバイデイライトのお時間がやってまいりました。さあ今回は、こちらメグトーマスが3人、そして肉かけ復興お兄さん、まあビジュアルの変わってるね、肉かけ復興お兄さん1人のメンバーで、これいけるのかな。さあどうでしょうか、あの方が OK をしてくれたらね、我々はもうゴーな感じ。あ、でも殺人鬼もまだ OK してないんだね。一応部屋には入っているけど、ただいまねちょっと要検討している感じでしょうかね、2名が。今回メグちゃん3人か、まあ、めぐちゃん3人だと殺人鬼を翻弄しやすい。さあ肉かけ復興お兄さんがゴーサインを出した、殺人鬼も来た。よし、じゃあこのメンバーで今回ねデッドバイデイライトやっていきましょうか。まあ、最近はこうデッドバイデイライトもね、なんとかかんとかね脱出することができておりますので、まああとはね、誰かをこう救出しながらねやっていけたら一番いいのかなと思いながら、もうついついね我が身が可愛くて発電機をね直してしまう、そんな感じでございます。まあ一応攻略サイトの方も調べてみても、まあ誰かが一人こう犠牲になっている間に、まあ、発電機をね直すのも一つの手ということが書いてありますので、まあ難しいところですね。さあそして今回は、こちらのマップか、ここって新しくさ追加されたマップなのかな、前ってこんな建物なかったような気がしたんだけど、あ今回ストレス殺人鬼だ、あお兄さんがいる、一人生存者の方が、あもしかしてこれここのマップを確認してる感じ、これ前までなかったような気がする、あ別の生存者の方、先ほどのあメグちゃんだ、ピンクちゃんっていつも呼んでるね、こちらメグちゃんに会いました、メグちゃんもやっぱりここ目新しさで見てる感じですかね。こんな建物多分前までなかったよね。よし、じゃあ、このメグちゃんについていきましょうかね。あどういう感じかね、こうちょっと確認しつつやっていく、近くにはいないか、大丈夫か、特に見られてはいないで、ステルス殺人鬼が姿を消している、ドキドキしてる、なんか微妙な感じだな、ドキついてるような気もするけど大丈夫か、メグちゃんもそこ直しちゃう、じゃあ私もこれお手伝いさせていただきましょう。ここねなんか2箇所しかさこの発電機ね修理できないんだよね、なんかこうもう1箇所がね修理できない感じになってんだよね。これさあ殺人鬼は来るか、一応メグちゃんこれ寸止めする感じでいいのかな。あお兄さんだ、お兄さんも来てくれた、肉かけ復興お兄さんね、だけどこのジェネレーターは2箇所しかね直せないので、よし寸止めしてと、じゃあ、先ほどのお兄さん多分肉かけ復でも壊しに行くのかな、これん誰か怪我した、えどこで怪我したんや、とりあえず、ここ直しましょうか、えどこでどこで怪我した、あそこか、えさっきのメグちゃんじゃないよね、ステルスしてるね殺人鬼が、とりあえずここの発電機も寸止め状態に、あ脱出した、これ逃げたわ、マジか逃げれたんや、え誰か助けに行ったのか、あでもまたダウンしちゃった、どんな感じになってんだろう今、ちょっとよくわかんない感じになっておりますけど、さ寸止めまでして、どういう感じなんだろう、あれメグちゃん大丈夫なのかな、まあ一応まだ吊るされ、でももう一回吊るされたら終わり？体力減って、一気にこれ持ってかれちゃうんじゃないかな。どうしようどうしよう。どうしようどうしよう。やっぱ発電機かな。あれ？怪我してる。ってことは誰か救出しに行ったんだ。いやいや、素晴らしいね。今回は、メグちゃんなのかな？まあ3人確かメグちゃんがいたはずだから、まあ、めぐちゃん同士がこう助け合ってるっていう感じでしょうかね。とりあえず私は今日のお楽しみタイム、あまたあの方がダウンしちゃった、あの方次吊るされたら死んじゃうんじゃないか、マップいただき、マップか今回、一応ここ出て、どういう感じだろうめぐちゃん次死んじゃいそうな気がするんだよな、で吊るされて、あ行っちゃったかなこれ、で一人が治療終わったと、
ってことは肉焼き復興お兄さんに出会ったのか、それとも救急セット持ってたのか。あ、肉焼き復興お兄さんや。じゃあ自己治療したんだ、さっきのめぐちゃん。こっち来そうだな。一応私ちょっとここ隠れますわ、お兄さん。すいません、ちょっとここ隠れさせていただきます。で、殺人鬼側が来てるね。うん、にゃんこちゃんがついてるわ。ってことは近くにいる。お兄さん気をつけてね、危ないから。あ、あれ、お兄さんに気づかなかった。お兄さんうまいこと逃げたのかな。で、殺人鬼が向こうに様子を見に行ったと。うん、さ、殺人鬼がちょっとはけたら私も出ていきましょうかね。大丈夫かな、どうかな。向こう側も多分見に行ってるはずだから、そろそろ出たいな、これ。で、きっともう一人の生存者の方たちがこれ発電機直してるんじゃないかな。で、なるべくここはちょっと早いところ離脱した方がいいな。多分近く張ってるかもしれないから一回遠く離れましょうか。まだね、発電機寸止め状態の発電機はあるけど、まだ一回もね修理してないから。あ、あそこにあるね。よしよし、ここをいただきましょうか。直しましょう。マップのスコアっていうのが入ってるね。このマップ持ってるだけでもこうスコアポイントが入るんでしょうかね。まあこのマップ、あ、しくっちゃった。どうしよう、やっぱロッカーか。こっち来るわな、殺人鬼。一応見に来るわな。今回はまあ私がちょろちょろ失敗してるから、一応殺人鬼が私方面にこうね来る感じになるのかな。どうだろう。一応ここで様子を見てみましょうか。まあ殺人鬼もね、遠くいる場合はすぐに駆けつけられない。来てるな、こっち見てるわ、殺人鬼。うん、やっぱこちら側来てますね。どっちから来るんだろう。奥か、ん、どこだ。あ、来た来た来たな。やっぱね、パーンなったからね、一応様子見に行って、うん、まあ、巡回した感じかな。じゃあもうちょっとしたらこれ出ましょうかね。でも一応私がここら辺で失敗してるのを見てるはずだから、殺人鬼も。まあこちら側にちょっと殺人鬼がいる感じかな。で、修理もちゃんとさせていただきましょう。ちょっと失敗もしちゃったけどね。うん、しっかり修理させていただきましょうか。寸止め発電機を増やして少しでもこう生存確率をね上げさせていただきましょう。さあ、カンコンカンコンやってるな。姿消したか、見せてるのか、誰か追われてるのかな、どうなんでしょうか。とりあえず近くにはいないことはね確認しておりますので、まあ、にゃんこちゃんがちょっとピカピカしたらね危険なのでね、しっかり注意しましょうか。で、ここの発電機どうしようかな。寸止めにするかどうするかっていうところですけど、多分他の生存者もきっと寸止め作戦で来てるのかな。うん、まあ最後にね寸止めした発電機をもう一気にみんなでつけまくるっていう作戦かな、今回は。で、今回生存者がねもう一人行っちゃったから、人手はあと3人。さあどうだこれ。あ、直しちゃいそう。スコア入ってる、1000ポイントで、私の方にまたこれ殺人鬼が来るはずだから、一回ねこのロッカーに入って、で、今回の殺人鬼の方は、うん、このロッカーに隠れたり、まあ、息遣いで気づくようなパークをセットしてないみたいだね。まあ、息遣いで分かるようなパークセットしてるとシルエットがねどうやら分かっちゃうみたいなんだよね、ロッカーに隠れてたとしても。うん、あ、向こうつけたか。ってことはもうこれ発電機つける作戦に出るか。じゃあ私もこれ発電機、ここの発電機直してつけさせていただきましょう。で、きっと殺人鬼が、ん、近く来てる。え、にゃんこちゃんが、やべ、来てる来てる。どこやどっかわからん。見られてる。やばい。どうしよう、これ逃げられるかな。やばいな、どうしようかな、これどうしようかな。やばい、真後ろにいる。やばい。いや、引っかかった。やべ、これダウンさせられちゃうわ、これ。やべえ、うまいこと逃げたい。で、きっと生存者の方、私がこれやられてるから、発電機つけちゃうんじゃないかな。うん。さあ、助けてほしいな、これ。お願いします、誰か。お助けを。あそこ直してる。ナイス。寸止め発電機をね、直したみたい。で、殺人鬼も一応向こう側にちょっと行こうかなっていう感じでね、来てるか。うん。ここら辺つけれるとこないのか、かけられるとこないのかつって、肉かけ復興探してる。あ、脱出できるやん。嘘やろこれ。いけ、逃げるぞ。おい、今や。どうしよう。でも殺人鬼か。どうしよう。これ、脱出したいよ、誰か。これ、助けてくれ。やばい。
殺人鬼が。ん？真後ろにいる？見られてるよね。見られてる見られてる。やばい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 。いやこれ。どうしよう。一応生存者の方が、あ、こっちに走ってきてる？一応様子見に来てくれてる。で、ここ肉着フックが壊れてって吊るせないと。これ、大丈夫かなこれ。助けに来てくれるのかな、それともこうギリギリ脱出できるかな。今ぐるぐる回して、あ、ダメだダメか。これ助けに来てくれるかな。2人生存者の方が、まあ、多分扉は開けたとは思うんだけど脱出してないっぽいもんね。うん、で2人生存者が向こうに、あ、少しずつにじり寄ってきてくれてる。あ、めぐちゃんだ。あれ、めぐちゃん気をつけてよ。少しずつね、うん、助けに来てくれるのはありがたいけど、やっぱりね、あの、逃げるのも大事だから。さ、めぐちゃんが、あそこ気づかれたのかな、殺人鬼に。めぐちゃん気をつけてよ、危ないから。殺人鬼がそこいるなっつって、あ、そこね、めぐちゃん気をつけてね、めぐちゃん、うん、頑張って。でもう一人の生存者、あ、近づいてきてくれてる。で一応殺人鬼がちょろちょろ様子を見て、一人は確認して、もう一人の位置が分かんないと。あ、やばいやばい、 A ダッシュ連打来た。 A ダッシュ連打、ん、生存者の方、あっち追われてるんだ。でめぐちゃんが助けに来てくれた、ありがとう、ごめんね、ありがとう。行こう行こう、走って逃げよう。やべやべ、出口すぐそこだよ。確かこっちに見えたはずなんや。あ、あそこ開いてる。あ、やったやった、脱出できるぞ。めぐちゃん、めぐちゃん大丈夫か、切られちゃったけど。ここだここだ、脱出できるわこれ。よし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 、おしよし、来た来た来た、これ来た、これやったぜ。さあめぐちゃん来るかな。来てくれたら治療したいんだけど。ありがとうめぐちゃん、どうかな。一応寸前でこれ私待ってますから。あ、めぐちゃん来た、急げ急げ、めぐちゃん逃げるぞ二人で。あ、めぐちゃんギリギリダウンして脱出かな。ということでね、私もすぐ脱出しちゃったな。エスケープ、あ、めぐちゃんもやっぱ来たんだ。じゃあ最後ダウンした状態で脱出した感じでしょうかね。はい、ということで今回も脱出することができました。うん、今回は1万3000ポイントほどね入りました。いや危なかった、今回も死んだかと思った。そしてマップいただきありがとうございます。で、にっかけふくお兄さんも見事脱出と。うわすごい、2万ポイント入ってる生存者の方いるね。で殺人鬼、まあ、1人しか血祭りにあげてないけど1万ポイントか。いやすごいね、2万ポイント。生存者側は脱出した3人は一応1万ポイント以上ね入っておる感じでございます。はい、いや今回本当に死んだかと思ったけど、なんとか助けてもらえてね、よかった。ということでね、こちらお楽しみタイム、1万4000ポイントあるから、うん、このミステリーボックス開けようか。うん、これいただきました、お花ちゃんね、いただきました。さて、これで次、あそこが封印されたな。うん、最後電球取るのは諦めて、こちらのねメガネをいただき、メガネかな、レンズかな、いただいて、あと一つ、うん、こちらのポーチ、うん、これを取って私ねランク17レベルになりました。いやまだまだ先は長い感じです。でもねランク20レベルになると、あれちょっと待って、アドレナリンのこれベリーパークある、これ ベリーラペパークみたいなさ、そんな感じの、あれアドレナリンの上位のやつだ。うーん、150% 5秒間、ま、アドレナリンを打ってスピードを 150% アップか。うん、5秒間はすごいね。確かこれのね1個下のパーク、アドレナリン1の方だと3秒間だったかな。うん、いやすごいね、あのアドレナリンのやつ取りたいな。あとはちょっと他にもねいろいろこうありますので、慎重にねこのパークの方進めていこう。まずはアドレナリンを取る方の道をね最短でつなげていきたいと思います。で今ちょっとポイントなくなっちゃったから、まあまたねこうちょっとポイント稼ぎしつつ、しっかりとねアドレナリンパークいただきたいと思います。いやー今回は心優しい生存者の方々で本当に良かった。まあ最後に脱出ルートをもう確保した状態で、まあ、助けに来てくれたっていう感じかな。うん、まああとは吊るされたポイントが脱出口に近かったっていうこともあって、うん、まあ安心してね助けに来てくれたのではねないでしょうか。いや本当にね勇気のある生存者の方々ありがとうございました。
はい、ということでね、私最近デッドバイデイライトね毎日コツコツ楽しんでおりますので、まあ多分動画としてもね毎日デッドバイデイライトね上げることはできてるんではないでしょうか。まあこれからもしばらくねまだ続けていきたいと思うので、楽しんでいただけたら、幸いかと思います。まあこのブレブレ実況をね楽しんでいただけたらとね思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。